お疲れ様です。前田です。クリスマスも終わりましたね。ちょっとこの間動画をアップしてなかったですけど、皆さんクリスマスは、いかがお過ごしでしたかね。うちはですね、ちょっと冒頭のクイズで出したですね、ファミリーマートの、ケーキとチキンをですね、もう当日です。昨日の夜にもう買いに行って、で、僕の事務所の最寄りのコンビニがファミリーマートで、歩いて買いに行けるぐらいの距離なんですけど、帰りがけにですね、ファミマに寄ったらですね、ケーキがラスト1個。で、チキンはすごいいっぱいありましたね。なので、ボックスというか、ファミリーパックみたいなやつを買いましたね。で、ファミリーマートによく行くということで、今朝も行ったんですよ。ちょっと今日はですね、動画を集中して撮りたいなと思って、てるので、まあ、事務所にこもるためにですね、昼ご飯を、買いに行ったんですね。食べに出るとですね、やっぱり1時間ぐらいこう出て、ご飯食べて帰ってくるっていうとロスするので、まあ、パパッと食べてですね、動画作りに専念したいなということで買ってこようと。で、買いに行ったらですね、キャンペーンをやってました。どん兵衛の。これ、まっちゃんが映ってるのは、まっちゃん、ちょいちょい、どん兵衛好きを公言してますよね。どん兵衛より、うまいものはないとか、どん兵衛に裏切られたことは一度もないとか、発言を、今までありましてね、おっしゃってましたけど。で、今、ファミリーマートで、どん兵衛を買うとですね、キャンペーンをやってて、どん兵衛を買って、その商品が含まれてる、500円以上のレシートが、1枚あれば、応募できるというキャンペーンですね。で、こちらファミリーマートのレシートですね。ちょっとお店の名前とか住所は、黒く消してますけど、ここにですね、今日の僕の 昼ご飯の、サバほぐしご飯っていうのがあって、で、あとここの、どん兵衛のラー油太そ明太風うどってありますけど、これですね。こちら。これちょっと、新商品というか、期間限定商品ですね。山椒が香る旨辛ラー油太そばと、とろつゆ仕立ての明太風あんかけうどん、うまそうですね。吉岡里帆さん、かわいいですよね。どんぎつねの CM でファンになった方多いんじゃないですか？僕もなんですけど。で、どん兵衛のレシート、音符がついてますよね。この音符が含まれてる、レシートで500円以上お買い上げの場合、キャンペーンに応募できると。ファミマの、特設サイトですね。レシート応募で当たるの中に、ここに QR コードがあるので、これを、スマホで読み込むとですね、スマホでも同様の、キャンペーンサイトに飛びますので、この中から、応募したい商品を選ぶと。応募するを押して写真を撮るという感じですね。で、商品自体は、ちゃんと見てなかったですけど、3口コース800名様に、オリジナルカップ麺タイマー、吉岡里帆さんが映ってるやつ。これが一番欲しいですね。で、3口コースもう一個が電気ケトル。あ、800名様は結構、電気ケトルより多いんですね。当たるんだ。で、2口コースが、チキンラーメンの手作り体験ができる。おお、横浜と大阪ですね。で、一口コースが、それぞれ100名様ずつで、どん兵衛の天ぷらそばの1ケースか、500円のクオカードですね。いや、いいですね。で、僕はですね、3口集めて、この、カップ麺タイマーにまず応募ですね。で、余裕があったら、この辺の一口の方に、応募したいなと。多分3口4口応募してる時点で結構などん兵衛を食べてますので、クオカードにしとこうかなと。これならどこでも使えますし、この写真なかなかいいですよ。どん兵衛がバッチリ写ってますね。なかなかこういうの使いづらいですよね。写真がいいと。この年末年始はですね、ちょっとどん兵衛を食べてですね、なんとかですね、タイマーに応募できるようにですね。まあ、3口以上レシートを集めたいところですね。
でもう年末ですね、今日12月26日ですからね、あと5日で2018年も終わりですけど、はい、今年は皆さんどんな年でしたかという、まあ、締めの動画のつもりはないんですけど、はい、もしかしたらこういうフリートークの動画は最後になるかもですけどね、ちょっと年末年始に向けてですね、まあ、冬休みを僕も取りますので、仕事の関係上ですね、今年は結構休みが長いんですよね。僕は製造業のパソコンのソフトの、仕事に携わってるので、結構ですね、僕の住んでる岐阜県とか、まあ、仕事先の多い愛知県なんかはですね、トヨタ自動車さんの休みと連動していることが多くて、28日から休み、まあもしくは29日から休みという会社さんがほとんどですね。でまあ僕もそれに合わせて、で仕事明けが1月の7から、仕事始め、6まで休みというスケジュールでは動くつもりですけど、まあ YouTube の動画の方はですね、別に祝日でも、平日でも撮れますので、うん、まあもしかしたら撮るかもですけどね、今年中にですね、ちょっと最近届いたグリスのですね、ブリザードナックル、あれがプレ版から届いて、まだ開けてないんですけど、それを使ったですね、ビルドの47話の、まあ、グリスの再現ですね、久々にちょっとビルドを作ろうかなと。あと、あれを作ります。プライムローグ。テレビくんの、ハイパーバトル DVD の、仮面ライダープライムローグのエピソードですね。あれも、ちょっと再現で作りたいなと思ってますね。まあ、なので年末は、久々にちょっと飛びますけどね。ビルドの本編の再現は、確かクローズマグマが出たあたりで止まっちゃってるんですよね。ハードディスクが壊れちゃって、今見れなくなっちゃったんですけど、新しく買ったハードディスクは、偶然ですけど47話から撮れてるんですよ。で47話はこのグリス・ブリザードが、戦う話ですので、ちょうど残ってたので、これを見てですね、撮りたいなと思ってますね。なのでビルドの続きは、まあ、ちゃんとした続きは来年になっちゃうと思うんですけど、グリスのブリザードのやつと、プライムローグ。これはちょっと、急遽撮ろうかなと思ってますね。あとはですね、1月の、まあ、新年のスタートとして、来年、まあ、来年って言ってもあと5日後ですけど、2019年に10周年を迎える、サムライ戦隊新賢者ですね。この辺の、動画、ミニプラで続き作るか、まあ、デラックス版で真剣王の合体シーン作るか、ちょっと迷ってますけど、この辺も、1月の冒頭にですね、間に合うように作りたいなと思ってますね。ジオウが、騒動の情報がちょこちょこ更新されるじゃないですか。で、次回のライド5で、ウィザードアーマーも、ガイムアーマーも出るんですよね。で今は、オーズアーマーのところで止まってますので、今年中にオーズアーマー編、あとゲームアーマー、これは前回の騒動までで揃ってますので、ここは作って、まあ、その続きの外務編とかは来年まで待とうかなっていうのはちょっと迷ってますね。あとウルトラマンルーブ最終回しましたね。皆さん見ました？いやもう涙ですよね。泣けましたよね、最後。よかった。非常によかった。僕、ウルトラマンシリーズ初めて見ました。ちゃんと。全部見ましたね、ルーブは。1話目から最終回まで。で、まあ、再現も途中まで作ってますけど、まだ全然進めれてなくて、なんだかんだで、ウルトラマンルーブがまだ出てきてないんですね、僕の再現で。最終回しましたけど。はい。ただですね、家族の絆をテーマにですね、良かったです。本当に。おじさんはああいうの苦手ですね。泣かされますね、本当に。まあ、ただ、ルーブの再現もですね、作りたいなと思ってますし、いやー、なんだかんだで今年もですね、いろんな動画が中途半端なまま、年を越していきそうな感じですね。ゴーオンジャーは、まあ、なんとかですね、最後まで作り終えまして、
まあ、おまけでですね、デラックス版の合体シーンなんかも作ったりして、今月一気に毎日のようにこう公開させてもらったんですけど、まあ、それはちょっとホッとしてますね。10周年の間にゴーオンジャーを撮り終えたという感じなので、で、最終回の再現とか、エンジンを G12 絡みの話で、やっぱり皆さん、いっぱい見ていただいてて、人気なんですね、G12 ってやっぱり。まあ、僕も、すごい大好きなロボットの一つですけど、来年のですね、サムライ戦隊の全合体の、サムライ派を、この辺の動画も、作ってですね、皆さんの反応を伺いたいなというとこですけど、サムライ派をが登場するのはもうちょっと先ですかね。まだ、ミニプラの再現もですね、カブト折り紙で止まっちゃってて、別の動画でも、同じこと言ってますよね。続き作ろうって言いながら、結局作れてないので、なかなか進まないですけど、まあ、ちょっとずつ、作っていきたいなと。撮りたい気持ちはすごいあるんですけどね、結構仕事で、妨害されてっていうと仕事に怒られますけどね、なかなかちょっと撮る時間を、撮れなかったっていうのも、ここ数ヶ月多かったので、まあ、ちょっと進み具合が遅くて申し訳ないんですけど、必ず、ちょっとずつですけど作っていきたいので、はい。まあ来年もですね、まさとしまえたチャンネルをよろしくお願いしますという感じですね。絵がずっと、まっちゃんとはまちゃんとどん兵衛の絵のままなので、適当に今まで作った動画をですね、差し込んどくと思うんですけど、まあ今日は、もしかしたら、こういった喋る動画は最後かもです。かもですよ。また出てくるかもしれないですけどね。はい。ということでですね、2018年も、暮れつつあるということでですね、皆さん、健康には気をつけて、未だに僕ちょっと喉が治りきってなくてですね、まあ鼻声というか、ちょっと調子は、万全ではないですけど、まあ、動画を撮れるところまでは回復しました。声は出ますので、もう一時例えば変身アイテムの声、例えばビルドドライバー、時空ドライバーの、ボルテックとかですね、タイムブレイクとか、もう全然出なかったんで、声が。まあ、最近はデラックス版の音声を使ってるので、まあ、問題ないかもだったんですけど、そういうのが全然こう言えなかったんですね。若干こう張るやつ。は全然出なかった状況ですけど、今はまあ回復しましたので、はい。ということでですね、まあ今日の、この動画を皮切りにですね、グリスとか、真剣ジャーとか、プライムローグとか、できればルーブとか、ですね。その辺をちょっと作って、年を越したいということですね。まあ、毎回長々と喋って申し訳ないです。これ聞いてる方は、どれぐらいいらっしゃるんですかね。僕の、まあ、チャンネルの話をするとですね、平均再生時間っていうのが見れるんですよ、統計で。で、僕、まあ、短いのだと本当に2、3分の動画から、まあ、長いとですね、10分から15分ぐらい。結構、需要とかをですね、2つに切って、まあ、10分ちょいずつにしますね。やっぱ長すぎると、まあ、見てる方だれちゃうっていうのはわかるんですよね。まあ、ただですね、10分で、まあ、前半後半っていう風にいつも作ってるんですけど、まあ、これを4分割すると、それはそれでちょっとこう、中途半端な感じになるので、今のところはこう、10分ずつぐらいの、前編後編とやってますけど、そうで、平均視聴時間っていうのが見れて、それがですね、僕2分弱ぐらい、1分59秒とかなんですよね。そう、なので、まあ、見ていただいてる方の中にはですね、最初から最後まで、見ていただいてる方もいらっしゃるんですけど、まあ、全体的な、チャンネル全体としての視聴の平均時間っていうのはま、2分ぐらいなんですね。なので、まあ、どうしたらですね、もうちょっと皆さんに見ていただけるかっていうことも考えなきゃいけないんですけど、まあ、そんなことを日々考えながらですね、
動画を、うん、作っている、うん、かな。なかなかですね、こう、いい方法が思いつかないので、まあ今までやってきたことをですね、うん、やりながら、まあ、ただ過去の動画見ると、再現の動画の、いいか悪いかわかんないですけど、なんかちょっと上手くなってません。演技的なものが。なんか喋り方とかも、うん、まあ別に下手くそですけどね、そもそもが。でも昔の2年前ぐらいに作った、ジュオージャーとか、うん、キューレンジャーとかのやつをたまに見返すんですけど、それに比べるとですね、最近の再現の動画はまだ、ちゃんとセリフ調になってるかなと、棒読みが減ったかなと思いますね。まあ、自画自賛しておりますので、はい、すいません。こんなこと喋ってるから、平均時間が短くなるんですよね。すいません。はい。ということでですね、一旦、年末のご挨拶ということで、動画を、撮らせていただきました。また撮るかもですけど、はい。結局、何が言いたかったんだろう。うん。まあ、ちょっとこれからの、しばらくのスケジュールを言いたかったのと、あとファミマの、チキンとケーキはうまかったということですね。はい。ではでは、今年もありがとうございました。2019年もですね、この動画でですね、チャンネルで、うん、やり直し。今年もありがとうございました。2019、うん、全然、カミカミですね、今日。2019年もですね、このチャンネルでですね、いろいろな戦隊とか、まあ、特撮とかですね、あと時々、まあ、趣味の話なんかもしながらですね、楽しんで動画を、お送りしていきたいなと思ってますので、来年もよろしくお願いいたします。ということで、良いお年を。前田でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。前田でした。